よし、続けていきます。第6話、クゾチーム支援任務。喜べ、ラクダ任務だぞ。クゾチームの支援だ。短あらすじのなんかここもなんか楽してきとるけど、まだまあ、チュートリアル状態って話かな。で、色がっつり触ってきました。今回白地に紫、このピンク系の感じでいこうかなと。ダイバーが一番可愛いですけどエアレイダーもそれで、フェンサーも分かりづらいですけど、あのズボンがちょっとピンクかかってますね。で、今回、レンジャーでいきます。新しい、アサルト出てますね。 PA 系の新しいのかな、初期武器の1段階強くなったやつで、火炎放射器持ってきて、でバックパックにあのデコイの違うやつ、第2話で出したやつかな、この白髪吹雪とかやつ、今度あの百鬼あやめをちょっと連れてこうかなと。で、あとはまあ装備で、救護支援装備、味方に回復、そう、味方にあの回復取った時に回復の量が 10% 上がるだけですね。行こう。まあ楽な仕事なら、デコイで遊びますまだやっぱ新しく出たアサルトが結構精度も上がってんので、あ、でもだいぶブレるな。はい、イエスサー、イエスサー、イエスサー。いやー、これ一時やるの大変。純正のコントローラーならやつらはプロだ。なんか顔に見えるな、この後ろの、なんかこれ気持ち悪い。でも本当顔に見える、ここはあ、大丈夫、地球これ、なんか新しい武器、缶詰2個、大丈夫なんかな、これどうなってくんだろう。武器とかもなんかどんどん劣化してってる感じもするしね。デコイいる？ちょっと置きに行くか、デコイ。あっちにももうおる。元気なやつが一人おるな。この先におる。まあ楽な仕事に限ってなんか偉いやつ出してくるパターンやろうな、これてかもうマザーとか出てきとるからね。じゃあ、あやめちゃん。はい、かわいい。大丈夫か？大丈夫か？やっぱ服どんどんボロボロって言ってるまだやれとるか。今回アサルトで遊んでいこう。あ、精度上がってる分使いやすいで、やっぱ。で、手榴弾があのあやめちゃんになったのでちょっと火力落ちてますね。火炎放射器やるんだった。おお、はい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 。おお、悪くない悪くない。前の輪で使ったあのフェイサーの解放射器よりなんか全然ヌルヌル出てくれて、これは使いやすいわ。本当に楽なマップなんかね、もう割りかけてるし。はい、終わったね。じゃあリロードかけといて。はーい、歩兵ども仲良くしようぜ。え、ほんとボロボロの、うわー、てかこれ運転するのと操縦するのといるわけでしょ、これ。だいぶ調子ぶちこいとるやつがおるなあ。あやめちゃん復活した。燃料あんま使うなって言っとったぞ。てか走った方が早いよ。あ、そういうのもあるんか。乗れる？乗れそう。めちゃくちゃ怒られとるな。あ、これが燃料。ちょっと乗りたい。あ、くそ。乗りて。
だいぶぶつけとるけど。助手席乗さして。くそ、乗れんかな、やっぱ。怪物を恐れるな。もう食らった、グワッつったの。なぜか火で木を木が切れる。あっち側におるけど、俺行ってきます。てか、あやめちゃん割と悪くないかもしれんな。だからこれこそもう一面レベルよ。あやめ、勝手に言っちゃいがった。あやめちゃん出して、解放者。え、普通に強くない、これ。こうなっても。あやめ、あやめちゃん可愛いな。やべ、あやめちゃん。あやめちゃんごめん。あやめ、切れた。おっさき、あれが死んだってことか。え、火炎放射器めちゃめちゃ強いな、これ。俺が使ってこんかっただけか。4.1 とパイルで。なんか仲間を巻き込んでる気もするけど。あ、切れた。切れたら、下がる。罠？あ、な、どういうこと？あっち側いた。先方。なに、指揮するやつおるってこと？そんな陽動作戦。マジ？大丈夫か？コンバット。コンバット隊。コンバット隊。トラックコンバット隊。そんな早くしないの、さすがに。え、てか火炎放射器マジでぶっ刺さってる。切れたら逃げるだけ。あ、あやめちゃん出た。あやめちゃん着物系か。おお、めちゃめちゃタイプかもしれない目覚めつつある二次元。これ3体目も期待できるかもね。かわいい。また生きてるか。あの近くにいてたら俺は当たらんってことでいいんかな。積極的にやっぱ狙ってくれるのがデコい。ポンコツやな。大丈夫？え、ほんと？このまま、5。まだ喋ってる。まだ生きてる。あやめちゃんどこ行く？あやめちゃんどこ行った？おお。まだ抜けてないんか。え、狙われてるこれ、本当に。どう？あ、EDF 言ってる。EDF は。いや、時間かかる。時間かかる。フィーリングで選べん。いや、純正コントローラーか。おお、グーソン生きとるよ。切れました。切れました。いや、これも、スプラトゥーンみたいな感覚で塗っとるだけで終わってくる。え、敵がなんか頭良くなったってだけ今回。強いの来てくれてもいいけど。はい、切れた。はい、切れた。はい、切れた。やばいやばい。あの、スーツのやつも頑張っとるね。な。初日はだいぶボトボト言っとったけど。誰か喋って。なんか無線でなんかギャーやろ。うんともすんともやるのな。俺と盛り上げるしかないのか。はい、誰も言ってくれ。こんな寂しいことある？みんな必死なのか。え、もうちょっと賑やかじゃなかった？余裕ってこと？もうみんな慣れてきたってこと？ありごとき。ただこの感じでももうワンベーブあるんやろうな。サルト使うか。はい。あ、サルト強い。結構アイテム出たんじゃない？あとよろしく。結構出てる。取りに行こう。アーマーだらけか。だいぶ奥におるな。俺やらんなんかな、あれ。あ、来てる。来とるよ。この上。射程外かと思いきや、ギリギリ当たる。あとよろしく。喋り出すかな。クリア。
あ、コンバットフレームが終わったから。人手不足はさらに深刻になるぞ。はあ、このちゃんと方向向かん、はあ、まだやっぱあるか。敵の場所を把握しておけ。はい、この方向っすね。行くか。いや、火炎放射器やっぱ普通強いね。え、アリしか出ないんならもう。どこで繁殖したんだ。また地下か。駆除の点が足りない。日本で言えば、怪物はさらに増えるぞ。日本の1割って1000万ぐらいだから、もう東京ぐらいしかない。え、東京1000万人ぐらいでしたよね。もっといてるんだっけ。東京の人間しかもういてない日本ってこと？そりゃ少ないわな。なんだ、色違いとかでもない。ああボタン間違えた。よろしく。あ、でも仕事する。あゆめちゃん、なんやった、駆除チーム、ストームチームじゃないんかっていうか。あ、でも新しいの強いね、ちゃんと。そこそこダメージも上がっとる。いやー、でもなー、フェンサーなら満杯やしね。いや、全然なんなら1、2面の方が難しかったぞ普通に。ウェーブ的にもう終わりそうなぐらいやっとるけど、もうワンウェーブ来るか。この感じはどうだ。こいつかで終わり。はい、次の方どうぞ。クソ隊長、わかってるはずだ。クソ、やつらは繁殖する。続けるしかない。信念を貫け。これ終わりかな、この感じ。怪物を駆逐する日がな。終わりっすか。君はみんなに希望を与えた。誰か喋ってる。ですか。俺、あ、まあ出たー。もう終わっていいって。今日は忙しいぞ。はい。うわ、もう8でいいよね。早くない？いや、アリしか見えてないし。ご紹介、雲きれい、夕日きれい。厄介なやつが来たようだ。次勝ちかな。いや、なんか展開早し、このマップで8来そうな。ああ、武器欲しい。誰もいない町。エイリアンが住み着いたらどうする。はあ、どういう感じなんかね。やっぱまんべんなく、うん、あいつよう喋るな。まあ5からいてるやつだから、いろいろ事情がわかるってこと。え、なんかすげえ楽勝なんやけど。8ぐらい全然今来てくれてもよかったのに。まだワンウェーブある感じか。はい、あゆめちゃんよろしく。え、敵の数も全然少ないしね。これこそチュートリアルよ本当に。あゆめちゃんやられてる。おお、言うて敵来たわ。くっそ、8来た。くっそ嘘じゃないですか。あゆめちゃん、もう終わったか。まあ、序盤の8程度なら来とる。うわ、めっちゃ来とる。火炎放射器行く？届くかな。うわ、気持ち悪いな、このは。あ、届いてない。届いとる。射程そこまでか。どう？暑い？
あ、届いてないな。これに行くしかねえ。じゃあ俺は背中側を。まあ蜂に関してはそこまで人もないので、アリぐらいか。近くのでかいな。さすがにクイーンまだ来んでしょう。ああ、もう蜂とかも出てくるか。どう5どうだったっけ。でもこの辺もなかなか引っ張った気もするんやけど、当たってない。え、当たってない。完全にエイム合ってんのに。なかなか距離取ってくるね。はい、いっぱいいてはる。はい、ただやっぱうん、こっちすごいな。味方全部いったんこれ。結局俺ですか。当たってない、届いてない。マジか。あやめちゃんよろしく。いや、案外持ってきて正解かもな、これ。もうやばい？頑張って。いや、このなんか味方し、味方が喋らんのがすごい違和感あるな。うわ、当たってね。ギリギリ当たってない。くそ。この距離なら当たる。かなり離れてるってこと。静かですね。もっとワーワー言っとった気するやけど。全滅したらさすがに静かやけどさ。こんな寡黙な人たちばっかり。まあ、そういう状況じゃないって話か。さすがに終わりかな。83ってこんなんですめんでしょ。終わりか。もうやめてね。え、もうすぐ来る？わかるんかな。あ、終わったか。ちょっとあやめちゃん出してるな。見て見て、隊長見て。隊長、はい、どう？